クリス・プラットはアメリカ合衆国の俳優。クリプラと略されることもある。ミネソタ州バージニアで生まれ、ワシントン州レイク・スティーブンスで育った。父親はイギリス・ドイツ・スイス・フランス系カナダ人。母親はノルウェーの家系。姉と兄がいる。父親は建設業の仕事をしていた。レイク・スティーブンス高校卒業後、コミュニティ・カレッジで演技を学ぶが、初学期で中退。 クーポンのセールスマン、ストリッパー、戦車、ハンバーガーショップの店員、ホテルのルームサービス係、ベビーシッターなどをして働いた。その後十9歳でハワイのマウイ島でホームレス生活を送る。1998年、マウイのレストランで働いていた時に客として店に来ていた女優のレドーン・チョンと出会い、彼女の監督作品、カースド・パート3で映画デビュー。 テレビシリーズのエバーウッド遥かなるコロラドやザ・オーシーなどに出演。NBC のコメディドラマパークスレクリエーションのアンディ・ドワイヤー役で人気を博する。映画はウォンテッドで主人公の彼女を寝取る役を演じた。マネーボール、ゼロダークサーティ、ハ、は、ー、あ、世界で一つの彼女などの話題作やアカデミー賞ノミネート作品に出演を重ねる。 2014年公開のアニメーション映画、レゴムービーの主人公、エメットの声を担当。2014年、ジェームズ・ガン監督の SF 映画、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのスター・ロード役で主演を務めた。原作は、マーベルコミックの中でも無名の作品だったが、世界興行収入が7億ドルを突破するなど予想を遥かに上回る大ヒットとなり、一躍スターダムにのし上がった。 2017年に続編のガーディアンズ・オブ・ギャラクシーリミックスが公開され、同じマーベル・シネマティック・ユニバースのアベンジャーズ・インフィニティ・ウォー・アベンジャーズ・エンドゲームにも同役で出演。2015年、コリン・トレボロー監督の SF 映画ジュラシック・ワールドで主演を務め、世界興行収入が16億ドルを超えるジュラシック・パークシリーズ最大のヒット作となった。 2018年には続編ジュラシックワールド炎の王国が公開された。2015年アメリカのタイム誌が発表する世界で最も影響力のある100人のリストタイム100に選ばれた。2017年4月21日ハリウッドウォークオブフェームに名前が刻まれた。2004年から2006年まで エヴァーウッド遥かなるコロラドで共演したカナダの女優エミリー・バン・キャンプと交際。映画、パーティーナイトはダンステリアで共演した女優のアンナ・ファリスト2009年7月9日に結婚、2012年8月に第一子となる長男、ジャックが誕生した。2017年8月6日に法的に破局したと発表、同年12月1日に離婚を申請。 2018年10月24日に離婚が成立。長男の養育は共同親権で合意した。2018年6月に俳優のアーノルド・シュワルツェネッカーとマリア・シュライバーの長女で作家のキャサリン・シュワルツェネッカーとの交際が明らかになり、2019年1月13日に婚約を発表、同年6月8日に再婚した。2020年8月に 長女ライラ・マリア・シュワル・ツェネカー・プラットが誕生した。2018年、狩猟や白生作りを趣味とするプラットが、自らが打った鹿の肉をさばいていている写真や、自身の牧場で育てている子羊が食用であることを、この惑星で最も幸せな子羊たち。とても可愛い。彼らは、ある日起きたら死んでいて、僕の冷凍庫に入っている。と語るビデオ。 インスタグラムに投稿したことで、SNS をはじめとしたネット上で、バッシングが発生。対する、ニューヨークポスト氏は、プラットの趣味の範疇に、そこまでのバッシングは不要ではないかと擁護する記事を2018年12月に掲載した。2014年に、雑誌 GQ や雑誌エスクアイアのインタビューで30から40兆の銃を所持し、狩猟を楽しんでいることを明かしていたことが合わせて、 批判の対象となった。また2019年2月に、神は存在する。神はあなたを愛している。と受賞スピーチで熱弁を振るうほど熱心なキリスト信者あるプラットが、牧師の勧めでファスティングを行った際に、プラットの通う増意教会が、反 LGBT の教会として有名であることにも、触れるべきだと、カナダ人俳優のエリオットページが、 フラットの断食に関するニュース記事を引用してツイッターで指摘。教会の思想とその教会に通う有名人を分けて考えるべきかという論争が巻き起こった。2019年7月、ティーパーティー運動のシンボルでもあるガズデンバタがプリントされた T シャツを着用していたことが、極右活動家が使用する白人市場主義の旗だとして左派より批判された。 対する右派のフォックスニュースは、ブラッドの T シャツ着用に何も問題はないと指示する、報道をした。ありがとうございます。